サンドルバとその母キバが帰還した。危機に陥るギャバンが、しかし駆けつけた宇宙刑事アランがこの危機を救った。一方サンドルバとそりの合わないハンターキラーは情報を漏らしたことでドンホラーの怒りに触れ暗黒銀河に永久追放されてしまった。そしてその頃マクーの追っ手から逃れ臨時星から地球へとやってきたリン王子は催眠ダブラーに捕まり人形の姿に変えられてしまった。急げギャバン、リン王子を救うのだ。リン王女の救出は私の使命なんだよギャバン。天使の歌が聞こえる。人形にされた王女。おのれ。ねえ。来たな。ねえ。うん。ああ、しまった。アラン。催眠ダブラーに不意をつかれ負傷したアラン。治療を受けていたドルギランで朦朧とする意識の中、助けを求めるリン王女の歌声を聞き再び駆けつけるのであった。アラン、助けて。よく来た。だがもう遅い。あれを見ろ。アラン。王女。リン王女はもらった。あのコースターの行く先はマクーだ。諦めろ。もう手遅れだ。到着。おのれギャバン、催眠術を解かなければ王女は元に戻れない。そのためには催眠ダブラーを倒さなければならんのだ。ギャバン、行くぞ。到着。宇宙刑事。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。了解。コンバットスーツ連装します。刑事ギャバンを魔空空間に引きずり込め。地軸転換装置を作動せよ。ドンホラーは地軸を操るブラックホールに似た魔空空間を作り出すことができるのだ。サイバリアン。行くぞ。レーザーブレード。ギャバンダイナミック。